もうこの武器にも負けません。どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。もう鍛えられません。より頑丈になりました。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。これで安全です。では、あなた様のお役に立ててよ。鎧はお体に合ってます？酒井様、私の名は玄宝。疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。登り旗はございましたか？ちょうど今、足立家について記された巻物を読んでいたところです。初代は対馬の始祖と呼ばれてたそうですが、そのいわれはご存知ですか？島中にあるかがり火台と有明の小金寺を建てたからだな。叔父上の城の守りを強くする際は足立殿も手を貸してくださったらしい。建物の弱みを見つける際もあり、槍川の反乱の折も尽力された。さようなことが。教えてくださり恩に来ます。ご尽力くださり誠に。ありがとうございました。役立つものばかりです。どうかそれで勝利を。
また頼むぞ。どうかご武運を。実は面をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長宮を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。あの道具はまだできておりません。今少しお待ちを。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。お待たせしました。酒井様、十分な素材をお持ちください。きっとお気に召します。少し疲れたか。よし。
がとうございました。小松でのお働き、みんなが噂しております。もうどこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、やつら道沿いに野営を敷いて待ち伏せてます。やつらを退けるまでどこかに隠れておれ。影、お侍様、お譲りいただけるものはございますか。さあこちらへ。宇宙常公の伝承でございます。家のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理宇治常公を召されり、宇治常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかみと飛ぶ行きて、宇治常放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を宇治常公に吐きつける。ほどなく宇治常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。宇治常公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。宇治常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の芝のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、宇治常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。
奉仕が言っていた青い紫陽花、この近くだ。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
ちを抜け。
また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をよするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。弓はないと思え。弓を追うでないぞ。
つけておったのか。手に入りにくいものが揃ってますよ。どうぞご覧ください。お譲りできるのはこれだけです。さあどうぞ。恐れながら数が足りませんね。ではお達者で。お侍様、戦が終わった後の小茂田で二人の人が侍を担いでるのみたい。青い花、この方向だ。そこだ。氏経の超級。どこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。倒すことが先決。呪いは後で考えよう。
打ち常の呪いか。お前がいてよかった。ふぬけばかりか。どこで捕まった？カシネの浜ですが、今や猛虎の船の泊まり場です。本土での戦に備え船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。Oh!
てきちゃ気んだ。내팔을맞춰야돼문바이스타르다아아아아아아弓の修繕をいたしましょうか。一夜を侮ってはなりませんよ。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、また頼むぞ。
네가 멋있어. 응? 옆가이! 네가 멋있어, 핸드만.
같이 뒀어. 오이, 어디 그 자 알았다.
야구! 댄, 내게 뭐 했어? 댄, 내게 뭐 했어? 야치토스!